ワコードの広場と大ナルト橋、福良湾ワコードの広場公園とは、兵庫県南淡路市に存在する、施設、公園の名称。戦時中に、学徒動員されたことにより戦没した若者を、追悼することを目的として1967年に、開設され1994年に一度閉園したが、2015年に、順次再整備され一部地域が、都市公園として、 再開演した。丹下建造設計の高さ25メートルある鎮魂の、塔、慰霊塔、永遠の灯火を中心に、戦没学徒の遺品など様々な物品を展示する、ことを目的としていた、資料館、戦没学徒記念館及び宿泊施設、大見山荘が併設されている。しかし、観客数の大幅減少を原因として百九十四年に閉館され、さらに、 阪神、淡路大震災により被害を受け、以来10年以上放置された。その後、資料館等に展示されていた遺品類は2004年、立命館大学国際平和ミュージアムへ寄贈され、2005年8月には、慰霊碑の基部にある永遠の明かりが修復され点灯されるなどの動きがあったものの、施設は立ち入り禁止で荒れ果て廃墟関連の書籍や、サイトに掲載されるまでになっていた。 その後、南淡路市が土地を購入し、都市公園、和光度の広場公園として再整備され、2015年3月に再開園した。戦没学徒の遺品立命題に寄贈へ難談、和光度の広場神戸新聞2004年9月18日付、永遠の灯し火点灯式南淡路和光度の広場、神戸新聞2005年8月15日付、ありがとうございます。